ティカの豆だと澤部です。今日は、はい、ディズニーパークフードを再現リトルグリーメンマン作ってみよう。イエーイ。ただいまですね、ウイルスの関係で、はいはい、ディズニーテーマパーク休園してるじゃないですか。悲しいね。悲しい、ね、うちらも春休みとか行きたかった。撮影なりプライベートなりね、行きたかったよ。でも行けないので、うちらのお得意の家で何でも作ってみようのコーナーといたしまして、うん、はいはい、リトルグリーメンマンを作ってみたいと思いました。楽しみにしてきました今日もうここマイハブだと思ってもらって結構。そうですよね、うちらもそうだし見てる人もね、はい、そうだよね。早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ材料紹介をお願いします。材料紹介いっちゃうよ、いっちゃうよったら、材料はこちら。薄力粉、砂糖、重曹、あんこ、スライスチーズ、チョコペン、以上です。ちょっとごめんなさい。いいのいいの、そりゃそう、そりゃそう。だって1週間ぶりに撮影するんだもん。後ろ、ブーちゃんたち持ってくる。あ、オッケーオッケー。はい、じゃあ、なるほど。全然見えないかもしれない。作っていくんですけれども、はい、パークのリトルグリーマンはさ、お餅みたいな感じや、はいはい、今から作るのは、うん、まんじゅうみたいな感じなんだよ、ね、ああそうなんだ。で、本家とは食感が違うということだけはご了承ください。わかりました。はい、まず、うん、小鍋に水と砂糖を入れて、うん、溶かして冷ましておきます。入れすぎちゃった、入れすぎちゃったね、入れすぎちゃった、入れすぎちゃった、わーいわい。まずこれを溶かします。了解。で、その間にね、うん、ボウルに薄力粉、重曹、食紅を入れて合わせて、ふるわなくていいよって書いてある。ほんとだ、親切だね、親切この人は。この人ふるわなくていいよ、いいよ、友達かよ。止めて冷まします。はい、すごい横着してますこの人。やばい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 。減らしたいの？減らしたいの。65で、これはしょうがない、ね、これはしょうがないんだよ、ね、大丈夫大丈夫、これアリさんが食べてくれるかもしれないじゃない。そうそうそう、うちはアリいるからさ。まずは携帯粉だらけになっちゃったけど。OK1 だ。 OK、 食紅、食紅ね、これ結構重要じゃない？重要、これよりは濃いよね。黄緑みたいな感じじゃない？結構そうそうそう、ふわーって入れてさ、森蔵とキッコロみたいな色にしちゃダメだもんね。ダメダメ。どう？あ、いいんじゃない？一旦ね、一旦混ぜてみよう。あ、全然まだ、もういなくなったもんね。あれ？本当だ、うん、あ、これを入れていいっぽいわ。入れていいみたい。入れていい、入れていいんだって。どうする？そしたらさ、うん、提案。はい、はい、いいですか、右手、すいません。こっちに溶かしてから入れる？ああ、それでもいいよ。ああ、ちょっと濃すぎたぐらい、でもいいんじゃない、粉に合わせたらさ。そうだよね、うん、ああ綺麗。どうかしら、めちゃくちゃ綺麗だよ。そんな肘角度つけなくても絶対できるのにな。どうよ、なんかいいんじゃない、どう？あ、なんか良さそう、良さそう。うん、うんうん、いいね、いい色になりました。素晴らしい。そしたらこの生地を30分冷蔵庫でおねんで、おねんでタイム入ります。はい、おねんで1丁入りました。お顔の部分、うんうん、は目の白いところは、はい、このスライスチーズでやって、で、お口と目ん玉はチョコペンで描きます。了解。大丈夫そう？切り口を細く切りすぎちゃったかもしれない、うん、これうんちだもん、こんなの。こんなのうんちだったやばい。262だから120の 100g だ、今 20g あるからね。すごいうんち。調子のいい日のうんちじゃん、こんなの。タピオカ用のストローで作ります。頭いいね。頭いいね。嬉しい、頭いいって言われることあんまないから嬉しいわ。うちら頭いいねって言われた経験ほぼないもんな、人生で。ないできました、口。はい、ということでできる限りの準備ができたので、はい、残りの20分は休憩で、はい、お願いします。シェイシェイ。
はい、30分経ちましたので、はい、続きをやっていきたいと思います。 OK、 これあと巻いて、うん、で、あの蒸すだけだから。あ、そうなんだ。そう、それだけ。ちょっと出してみる。おはよう。おはよう。あ、いいじゃん、いいじゃん。いい感じじゃない？めちゃくちゃいい感じ。冷たそうだね、これ。触ってみていい？いいよ。どう？おー、冷たい？冷ただろうね。ダメだ、クッキングシートじゃね、ダメだ。オッケー。大変だ。大丈夫。危ない。うちら二人しかいないから。大丈夫。大丈夫。なんか塗るのかな。こんなにベトベトなことある？粉ふるっとくとか、うち、うん、うちごなみたいな。なんかね。あ、やっぱうちごなすんだ。うちごなね、うん、よかったよかった。そりゃそうだよね。こんなベトベトなんだもん。あんたが5個作ってる間、私はまだ1個しか作ってないって可能性はあるから。あるよ。いいんだよ、それで。それでいいんだよね。それでこそやっぱチームなんだから。カバーし合う。カバーし合う。玉転がしの豆だ。いいね。おー。いいね、オッケー。完成しました。これをあとは蒸すだけです。オッケー。開けます。はい。おー、いいじゃない、いいじゃない。ちょっと冷ました方がいいのかな。そうだね、冷まそう、冷まそう。ちょっとこっから出すか。うちは使おうぜ。あ、いいじゃん。よし、わーわー、いい絵だ。いい絵です。おー、いい。あるある。普通にセンスとかの方がいいって可能性ある。うわっしょい、うわっしょい、うわっしょい、うわっしょい。こっちに、うん、やってみていい？いいよ。すっごいわ。もうわけわかんないぐらい寒い。パラピカ。うわ、これは完成度高しくんだわ。あ、ほら、すごい、いいじゃん。やっぱうちら学んでるわ。これ学びすぎだよ。面白くないんじゃない、この動画もしかして。ちょっとちょっとちょっと。顔面してくださいよ。この体勢、何それ。あとこれもう顔つければ完成よ。そうだ、つけよう、うん、つけてみよう。はい。その白目の位置言うたら結構大事やかね。そうだよね、うん、結構離れ、あ、違う。3つだ、3つだ。私も今このさ、画像見て発表したい。なんか違うな。あー、よかった、3つだったわ。3つ目か。そうだ。すごい、完成しました。どうでしょう。こちらがパラスティカ特製リトルグリーンマンメンマンメンメンメン。視聴者さんからいただきました。ありがとう、ありがとう。はい、はい、じゃあ食べていきましょう。はい、いただきます。わー、いい匂いする。いただきます。おいしい、めちゃくちゃおいしいね。マジでまんじゅうじゃん。普通に温泉地に売ってありそう。そう、ただこれ一口でぶって入れちゃうと息できなくなっちゃうかと思ったわ。どう、舞浜気分味わえてる？いや、相当味わってる。今だから目つぶって、うん、あのパン屋でリトルグリーンマン買うとこ想像したい。全然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 。写真撮るの忘れたわ。うん、忘れてた。ごちそうさまでした。パラピカ。
今日はお家でリトルグリーンマンを作ってみました。はい、簡単にできますので、ぜひ皆さんもお家でマイハーのティームを味わってみてください。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。